じゃあ、なるべくね、我々としては急いでやってほしいなと思うんですけれども、はい、まあ、津波の場合にはやっぱり避難するということは非常に重要なんですけれども、うん、その避難の基準となる気象庁の出した津波警報について、はいはい、東日本大震災では、いろんな問題点があったと言われてますが、大津波警報なんかは適切に情報提供されたんでしょうか。地震が起きて、その3分後にはもう気象庁は津波警報、大津波警報を出してはくれているんですよ。ただその時出たのは、例えば岩手県では3メートル、宮城県は6メートル、福島県は3メートルの津波が来るというような発表になりまして、うんはい、で実際来たやつは、例えば岩手県だと最大で40メートル近く行ってるわけですので、全然、はるかに超えてますよね。小さかったわけですよね。うん、で、なぜこういうふうにその津波がもう小さく見積もられてしまったかといいますと、その気象庁の方は、あの地震は実はマグニチュード 7.9 で起きたと思ってたんですよ。はい、でも実際には 9.0 だったわけですよね。で、そういう地震をちょっと地震をその過小評価してしまったがために、それによる津波も過小評価になってしまったんです。で、これは今回初めてではなくて、例えば2004年にインド洋津波っていうのが起きてるんですけども、あの時も同じように過小評価になってます。なんでそんなになっちゃうんですかね。ですね、大きな地震ほど、現在のその津波警報システムっていうのは、実は津波を観測してない。地震を観測して、うん、その地震の波から津波の大きさを推測するんですけども、うん、大きな地震になればなるほど長い時間観測しないと正確にマグニチュードを出せないんですよ、うん、ただ警報を早く出さなきゃいけないから、そうすると短い時間の観測から予測するわけですよね。そうするとどうしても地震を小さく見積もってしまうと。そういう問題はもう技術的なことで、すでにもうずっと前からそれは指摘はされていたんですけども、で、もちろんそれを解決しようという努力はされていたんですけども、それができる前に今回のやつが起きてしまったんです。いや、でもね、やっぱ正確な情報を早く提供してもらわないと。そうですね。避難できないじゃないですか。はい。で、その問題まだも、その技術的な問題はまだ続いてますので、もし明日、西日本で、例えば南海、東南海、東海地震なんか起きた場合には、同じように過小評価になってしまいます。でもそれじゃあですね、対策って、ね、取りようがないので、じゃあ、どうしたらいいんですかね。そうですね。うん、ですから、まあ、やっぱり、その問題がはっきり分かっているので、その問題を解決していくっていう努力ももちろん必要で、それはやっぱり我々研究者もやってるんですけども、それと同時に、現時点では確かにそういうような、技術的に、正確な数字が出せないっていう、そのレベルなわけですから、そうすると、やっぱりそれを考えて、住民の皆さんは、本当に大きな地震が起きた場合には、警報というのは、正しい実際にやってくる津波の高さを示せない可能性があると。だからやっぱり、それを待つんではなくて、大きな地震が起きた場合、そして自分が海の近くに行ったとすれば、もうそれを待たずにすぐに移動、避難していただくと、動いていただくと。これをちょっと考えていかなきゃいけないと思うんですよ。どうしても例えば気象庁などからそういうものが出てきてから動こうとするふうに考える方が多いかと思うんですけども、やはりその巨大地震になればなるほど正確なものが出てくるのも時間がかかりますので、やはり、まあ、自分自身を守るということで、すぐに避難していただくと。やっぱりこれは徹底しなきゃいけないと思うんですよね。やっぱりその大津波警報なんか出た場合には、はい、それをもう速やかに伝えたいというふうに思いをね、私たちも思うんですけども、伝え方としてはでもそういう状況ならばどう伝えていったらいいんでしょうかね。はい。で、だから、その発表の仕方については気象庁の方でも今、議論を行っていまして、で、その津波の高さが正確にわからない場合には、津波の高さを言わないようになります。ただ、ものすごく大きな、地震が起きて津波が来ますから逃げてくださいっていうふうにその事実だけを述べる、事実だけを報道するようにというふうに変わってきてます。ただそれはやっぱりだからといって、じゃあ正しい津波の高さを調べる方法をもう放棄するわけではない。それはやっぱり将来的には正しく津波の高さが出た方が防災に役に立つわけですから、そういった研究もやっぱりしていかなきゃいけないと思うんです。それと同時に今現状としてはどういう方法が適切かどうかっていうのはやっぱり考えなきゃいけないと。それはやっぱり気象庁の方でもやっていますので、大きな地震が起きた場合には、ちゃんと気象庁のまあ発表に対応して、やっぱり移動、避難していただかなきゃいけないということですね。今までの伝え方とは大きく変わってくる可能性があるということですね。はい、
藤田さんいかがですか。そうですね。ということはその例えばですね、うん、その四国沖でその南海地震が発生しましたと、はい、いう場合にですね、まあ津波ですからその到達するまでまあかなり時間的余裕はありますですよね。はい、いや和歌山は早いっていう話も聞いてます。そうですね。和歌山とかあの四国ですともうあの四国の太平洋側だとまあ場所によっては数分できてしまいますけども、うん、大阪とか兵庫ですとまあ90分ぐらいという時間があるので、うん、ということだと思うんですけどもね。うん、ただその90分っていうのは確かに長い感じがするんですけども、実際現場に行って、その警報来てさ、逃げるぞっていうことをやってみると、実は90分って結構短いんですよ。多分90分っていうのが頭にあって、じゃああれも用意しよう、これも用意しよう、どこに逃げようか考えよう、あの、お父さんお母さんどうなってるかなっていう話を始めると、どんどん時間が過ぎてしまうので、本当90分とはいえ、その、非常時っていうのはどんどん時間が過ぎていくので、やはりもうすぐに来るということも、あの、すぐに来るというような気持ちで、やっぱり避難の行動に移ってもらいたいと思いますね。まあ、今回のこの東日本大震災を踏まえて、はい、まあ、南海、想定されるその南海、東南海の地震も大きくなるということなので、どうですね、その対策として備え方を変えていかなきゃいけないと。はい、いうところをまとめますとどんな感じなんですかね。ですね、まず住民の皆さんはやっぱりその避難していただくことが大事ですので、おそらくあの避難する場所とか避難する方法とかをまだ考えていらっしゃらない方結構多いと思うんですよ。はい、やっぱりそれは最低限としてまあ自分はどこに逃げるのかとか、あとあの地震が起きるのはいつも家族が一緒の時とは限りませんので、そのお父さんお母さんまたあの子供が学校に行ってる時に起きた場合にどこでそのどこにあの集まったり、どういうふうにその自分たちの安否をこう連絡し合うかということを日頃から準備していただきたいんですよ。うん、で、その本当に非常時、その普段できないことは非常時っていうのはできませんので、普段からそういうことを積極的にその練習していただくということが住民の皆さんにとっては一番大事なことだと思います。あの今回の地震でその3階建て以上のビルの上に上がったら安全だというふうに今まで言われたんですけども、はい、うん、3階でもやっぱり流されちゃったビルがあるということなんですけどもですね、はい、そしたらどういうふうな形で避難場所って選定してたらいいんでしょうか。ね、そのよく報道なんかで3階建て そのビルとかでも被害を受けているっていうのは流れているので、もう3階建てじゃ足りないっていうふうに思ってる方が結構おられるんですけども、うん、一律そういうわけではないんですよ。確かにその大きな津波が来るところだと3階建てでは足りないところもあるんですけれども、多くの場合には3階建てで十分に、あの3階以上に上がれば十分助かりますので、やっぱりそれはあの場所ごとによって違いますので、自分の住んでる場所がどのぐらいの津波来るのかっていうことをやっぱり調べていただきたいと。うん、で、ただその今、その例えば、あの役所のホームページなんかに載っているのは 3.11 の前にあのシミュレーションとかで調べた高さですので、それを超えることもやっぱりあるので、そのもちろん役所の方その行政の方では急いでそれは新しいそのものに対応していく予定では言いますけれども、今の時点での情報も仕入れていただいた上にそれを超えた場合にはどうするかってことをイメージしていただくようなことをやっぱりやっていただきたいと思いますね。一概にも3階以下ではダメだっていうんじゃなくて、その場所場所によって有効なところもあるし、はい、そうでないところもやっぱり出てくるということですね。はい、津波の高さっていうのはその本当場所によって全く違います。あの例えば気象庁が岩手県に6メートルといった場合でも、岩手県全体の平均が6メートルであって、岩手県の中では3メートルの場所もあれば、場所によってはもう15メートルを超える場所もあるんですよ。うん、それぞれの地域 の地形によって全く変わってきてしまうので、だからやっぱりそれぞれの地域地域で考えていかなきゃいけないということですね。わ、はい、かりました。あの高橋さん、またお話聞かせてください。はい、今日は関西大学社会安全学部教授の高橋智之さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。